いいぞ、56度いいぞ。もっと練習しろということですね。すいませんでした。いつも来ているこのホームがリニューアルしたのでやってきました。ちなみに今日は術後57日目です。この前までは20ヤードくらいのしか打ってないんですけど、ちょっと今日は自分の中でルールを決めてというか、膝が内に入らないようにして45ヤードくらいまで開放して打っちゃってます。怪我には気をつけます。とりあえず30ヤードからっていう、なんかいろいろモードがあるみたいです。トップトレーサーっていうかの有名な YouTuber さんがなんかご紹介してたようなんですけど、こっちよりかこっちの方が短い距離で練習できるんで始める。この45ヤードを狙おう。とりあえずピッチングで45ヤードを狙います。ということでナスゴルフ100、これ満点が 50×6 回だから満点300点になるのか。合ってるよ。はい、ということでネクストステージ、もう一度プレイしてモズさんを50度で。下手ですね。はい、ということでネクスト。
ラストチャレンジ56度で。なかなか難しいな。どこに行ったら何点か大体分かるようになってきた。56度が一番相性いいということですね。違うか、もっと練習しろということですね。すいませんでした。この前までは20ヤードに着地するくらいの距離しか練習してなかったんですけど、まあ膝を内側に曲げねじるような動きをしないように気をつけて、こう体でというか足で動くように気をつけて、今日は45ヤードまで距離を伸ばして打ってみました。本当はもうちょっとフルスイングとかもしたいけど、それは多分まだ左膝に負荷がかかると思うんで、もうしばらく多分時間はかかると思うんですけど、ホームにこのような機会ができたので、ちょっと楽しくゲーム感覚でアプローチの練習ができるのはすごい楽しいなというか、ちょっとやる気にもつながるんで、まあアプローチ縛りで練習を頑張りたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。アプローチの練習頑張ってねと言ってくれる方はグッドボタンとチャンネル登録、あとコメントもお待ちしてます。ということで、バイバーイ。